中国の中継通信衛星シャクハシ2号の打ち上げに向けたカウントダウンが3月17日に始まり、シャクハシ2号と運搬ロケット長征8号陽3の結合体が南部海南省にある文昌衛星発射センターの発射台に運ばれた。発射台に運ばれた後、エンジニアはロケットの機能を検査し、クロステストを行い、数日後の打ち上げに向け推進剤を注入するなど準備作業を行った。シャクハシ2号は中国の月探査計画の第4段階の中継プラットフォームとして機能し、嫦娥4号、嫦娥6号、嫦娥7号、嫦娥8号の任務に通信サービスを提供する。